夜間時団より、カッパ。後国で、いたずらをして手を切り落とされたカッパが、手の返却と引き換えに、薬の製法を教える場面。画面右側の少年は、カッパが化けたものであり、左手が、水かきのある手のままである。その手前には切り落とされた手がある。西破壊段実機より、川虎骨ぎの妙薬を伝え仕事。宝永年間。 ハリマ国作用軍で馬にいたずらをしようとしたカッパが馬の主人に懲らしめられる場面。この後にカッパは自分を許した主人に骨継ぎ薬の製法を教える。カッパの妙薬は日本の妖怪であるカッパが持つと言われる伝説上の薬。東北、関東、四国など各地に同様の伝説が残されており、最優見分随筆。 利根川寿司などの江戸時代の古書にも記述がある。カッパの妙薬の伝説に多く見られるあらすじは、カッパが人間や馬にいたずらをし、その人間、もしくは馬の持ち主に懲らしめられ、詫びの印として薬を渡すというものである。カッパがいたずらを懲らしめられる際に手を切り落とされ、後にその手を返してもらいに現れ、手をつなぐ良い薬があると言って、 手を返してもらう代わりにその薬を渡したり、調薬の方法を教えたりすることもある。薬の種類には、骨継ぎ、内見、熱傷に効く薬などがある。カッパは、相撲が好きで、怪我が多いためにこうした薬を持っていると考えられ、水の妖怪であるカッパが金属を嫌う性質から、刃物による切創に効果が高いなどとも言われる。 茨城県御霊市与沢にある手接神者も、こうした、伝説上のカッパを祀ったものであり、伝説にちなんで、手の負傷や病気に利益があると言われ、手の治療を願う者は、手の形をした絵馬を奉納する風習がある。また、隣町の道県行方市玉造りには、このカッパがいたずらの際に手を切り落とされたと言われる、川の橋に、手立つ橋の名が残されている。 日本各地の郷土地市によれば、かつては伝説にちなむ薬が家電薬として、実際に販売されていた。代表的なものとして、茨城県中郡大宮町の万能家電薬、岩瀬万王薬、新潟市の猫山宮尾病院の湿布薬、猫山アイス等がある。後には、こうした家電薬の販売は全てて廃れているが、これは、 薬事法が改正されたため、及び、明治時代に入って医学が、漢方医学から、西洋医学へ移行し、薬の販売が、売薬本舗から製薬業へ移行したためと、考えられている。いたずらの詫びの際に、カッパが薬ではなく骨継ぎの方法を教えるという、伝説もあり、骨継ぎで知られる、新潟県阿賀野市の猫山病院など、代々続く接骨医が、 カッパから石骨法を伝授されたと称していることも多い。伝説にちまみ、石骨院がカッパをシンボルキャラクターに掲げていることもある。変わった類例として、岡山県の郷土市や、岡長平の著書、岡山太平記に、狸伝行という話がある。カッパではなく、狸が人間にいたずらをし、カッパの伝説同様に腕を切り落とされ、 その腕を返してもらう代わりに、骨継ぎの薬を渡すという伝説である。また、遠方時代の怪談集、宿直草にも、狸薬のことと題し、同様にいたずらをした狸が、切り落とされた手と引き換えに、妙薬の製法を教える話がある。カッパの妙薬の話は、この宿直草の時代よりも後に民間に、登場しているため、狸薬のことが改変されて、 カッパの伝説が生まれたとも考えられている。ありがとうございます。